スタティックベンエル・タボリはリロス・ルッソとベンエル・タボリの二人によるイスラエルのポップデュオ。ヤーデン・ペネグはスタティックベンエルのプロデューサーを務める。リロス・ルッソことスタティックは生後4ヶ月でイスラエル人カップルに養子として引き取られる。生まれの国は不明だが、ラテンアメリカの可能性が高いと述べる。3歳でピアノを習い始め、後にギターを習う。 15歳の時にハイフーのバンドと地元のフェスなどで演奏を始める。徴兵制度によりイスラエル国防軍のイスラエル航空宇宙軍に入ったが健康上の理由で早期退役した。その後音楽プロデューサーのオムリシーガルと仕事を始め音楽業界への入り口となった。ニックネームのスタティックは子供の頃に友人が付けた名前である。 2015年に DJ ギャルマルカと共にリリースし、その年、イスラエルで最も成功した曲である、B.A. ララーコドがきっかけで一躍人気となった。ベンエルタボリベンエルタボリは、イスラエルの歌手であるシミタバリーとモデルのアビバザライの息子。16歳の時に、オーディション番組、国兵部ノーラドに、兄と応募をするが、兄だけが採用された。 イスラエル航空宇宙軍で徴兵制度を完了。2011年3月にデビューアルバムをリリース。スタティックとジョルディとの曲、デュビガルがきっかけで一躍人気となった。ヤーデン・ペレグことジョルディはキルヤとも付近で生まれた。父はラジオ放送局に勤め、子供の頃には父の職場に何度も同行していた。12歳の時に作曲を始め、 17歳で高校を中退し、初めての曲を制作する。18歳の時に自宅にホームスタジオを作った。2013年にスタジオを開き独立したプロデューサーになる。当時スタティックをフィーチャーしていた曲の制作を通して、スタティックと出会う。2015年、ロンネシャーのシングル、デュビガルで、スタティック、タバリー、ジョルディはコラボレーションを果たす。 それからスタティックとベン・エルは共に曲を作るようになり、ジョルディは二人のプロデューサーとして加わる。スタティックベン・エルのシングルは全てミュージックビデオが制作され、どれも YouTube 上で1000万再生を超える。彼らのファーストシングル、バービーは11月にリリース。3ヶ月後には、セカンドシングル、クビッシュ・ホチャフをリリース。2016年6月に3曲目の、 シルサスリムをリリースし、2016年のリーシェットキメルの年間ヘブライソングチャートで、ソングオブザイヤーを受賞。同年ゴルゲラッツチャートでは、ブレイクスルーオブザイヤーと、ピープルオブザイヤーを受賞。9月には4曲目の、ストムをリリース。2017年1月、1950年代をテーマとしたミュージックビデオと共に5枚目のシングル、ザ・ホブをリリース。 2017年6月、ブラジルをテーマとした曲、トゥード・ボンをリリース。この曲はイスラエルでヒットし、ブラジルからも注目を集めた。二人は、イスラエルのブラジル大使と会うため、ブラジル大使館に招かれた。イスラエルの曲で、YouTube 再生回数が一番多い動画の記録を1日で破った。2017年10月、ホコール・ラトバーをリリース。2018年、 リーオ・ライツ・ハークをフィーチャーする曲、ナマステをリリース。2018年3月、キャピトルレコードと7枚のインターナショナルアルバムを英語で制作する10年契約をサイン。主な活動はイスラエルのままである。2018年5月、カワイイをリリース。8月には、グマゲムをリリース。2018年11月に、初の英語曲、ブローク・アス・ミリアネアをリリースし、 その後、トゥードボンの英語バージョンを J バルビンとのコラボでリリース。2019年1月15日、エデン・ベンザケンとステファン・ラガーとのコラボ曲、ヤスをリリース。6月には、マーヴィン・ケイシーとのコラボ曲、ベナネットをリリースし、10月には、イマレイをリリース。ありがとうございます。